ドラドラ野球 TV です。今回は年末年始に続々掲載された立浪監督インタビューでの重大発言をまとめていきます。今回は2024年初配信ですね。今年もよろしくお願いいたします。さて、今年のオフはメディア出演は全然ない立浪監督ですが、多くのスポーツ紙でインタビューが掲載されていましたね。各紙で質問内容が違うので、今期のチーム方針の整理のためにその内容をまとめ、今期の陣容を考えていきましょう。それでは行ってみよう。レッツラゴー。どやどや。まずは投手についての発言です。大野投手、涌井投手らベテラン投手、それに加え高橋投手、小笠原投手らに続く若手投手の奮起を発言されていました。名前が挙がったのはドラフト1位の草加投手、梅津投手、根尾投手の3人。中でも梅津投手には最大限の期待を込めて、若手で一番期待している選手と断言。梅津投手に関しては相当に期待しているようで、井上二軍監督にも梅津いいやろと何度も発言したようで、井上監督も今季への覚悟が一人違う、大変期待しているとお正月番組で発言されていましたね。そんな梅津投手はもう若手とは言えない大卒6年目。しかしながら本人も首脳陣も焦ることなく着実に登板を重ねてほしいというのがファンの願いであります。なんなら毎回5回まででいいと思います。続いて一塁手について、一塁についてはやはり巨人から新加入の中田選手の話題が中心でした。実績や契約からしてもそうなるのは当然で、今季の最大の補強である中田選手が一塁手のメインであることは当たり前でしょう。代打の切り札が予想されているこちらも新加入の中島選手、そしてかつての4番というのも寂しいビシエド選手の2選手に関しては、調子が良ければチャンスを与えるという発言。おそらくこれは代打起用で結果を残したならスタメンで使わないこともないよという意味に取れますね。なかなか厳しい立場です。ただ中田選手も35歳なのでフル出場というわけにはいかないと思うので、中田選手メイン、ビシエド、中島の2選手をローテーションという起用になるのではと予想されますね。どやどや。続いては三塁について、三塁については石川昂弥選手に言及。ご存知のファンの方も多いと思いますが、石川選手は昨シーズンは規定打席にも到達し、プロ入り初めて長期離脱なくシーズンを乗り切ったのですが、その後の若手教育リーグフェニックスリーグで左膝痛が再発、大事を取って秋のキャンプもほぼ参加せずに2023年を終えることとなりました。ということもあって太鼓判を押すことはもちろんできないと思いますので、どういう状態で2月からの春キャンプに参加するのかに注目したいとのことでした。春キャンプを乗り切れないようであれば、高橋周平選手、カリステ選手、福永選手あたりにチャンスが回るのでしょうか。ドラゴンズの若大将の出来に注目です。続いては二遊間について、二遊間についてはこの選手という感じでなく、昨年を振り返り新人の村松、福永2選手に言及。シーズン中は調子の波が大きかったながら、シーズン終了後のフェニックスリーグ、アジアウィンターリーグでの村松選手の打力アップは評価されていましたね。ドラフト時はバッティングを評価されていた村松選手の本領発揮が待たれます。また今季の新人2人にも言及。ドラフト2位津田選手、ドラフト3位辻本選手は順調ならば1軍キャンプに配置されることが明言されていましたね。これはどう考えても全員横一線。二遊間には他にもリューク選手、田中幹也選手、石垣選手など多くの候補がいます。まずは守備、そしてバッティングで結果を残す選手が出てくることを願うばかり。どやどや。次は外野陣について、外野でも注目発言がありましたね。まず昨年レギュラーを張りチームを引っ張った岡林、細川の両選手は今年もさらに頑張ってもらいたいと発言があり、怪我でもない限りセンター岡林、ライト細川の2つのポジションは確定でしょう。ポイントはレフト。候補選手の名前も続々上がりましたが、大島選手に触れたところでレフトは長打を期待したいとの発言もありました。発言から読み取ると、大島選手の実績は買いながらも、新外国人ディカーソン選手、鵜飼選手、ブライト選手、上林選手など長打力のある選手が実力を発揮してレフトを奪ってほしいという期待を感じましたね。レフトは改めて長打力重視、そのことが見て取れるインタビューでした。最後はキャッチャーについて、キャッチャーについては各紙を読み漁りましたが発言は見つかりませんでした。
これだけでは判断できませんが、チームの扇の要は昨年と変わらない起用になるのでしょうか。昨年末にデルタ社から発表された守備ベストナインでも保守で12球団中5位を記録した木下選手、安泰とはいかないながら、今年も木下選手中心に昨年新加入の宇佐美選手、高卒6年目で育ち盛りの石橋選手の3人が一軍登録の3人となるのでしょうか。個人的には保守は投手ごとに変えていくローテーション起用も見てみたいと思います。根尾、石橋の同期バッテリーでの勝ち試合を見てみたかったりしますね。最後まとめです。今回は年末年始の各スポーツ紙での立浪監督インタビューをまとめてきました。大きく変わるのはやはり一塁ですね。過去5回100打点を獲得し打点王にも輝いた中田選手の加入、中田選手本人もこだわりたいのは打点と発言しており、勝負強く点を稼いでいくことを命題として新シーズンに向かってきてもらえると大きく期待してしまいますね。怪我さえなければ打線の強化は間違いないでしょう。投手陣では梅津投手への首脳陣の期待が思った以上に高いんだなと感じたのが個人的印象です。確かに解説者の時代から立浪さんは梅津とかなり評価していましたよね。昨年配信したブレイク期待ランキングでも1位にさせていただいた梅津投手ですが、彼の壁は今も昔も故障、アマチュアの時代からそれだけが彼の飛躍の壁でした。ドラフトファンとしては東洋サンバガラスの3番手指名だった梅津投手がプロ成績で1番手に下克上する未来を願ってやみません。そして二遊間は発言からすると村松選手が一歩リードしている感じ、アジアウィンターリーグでの好調を今年も維持してほしいですね。そして個人的最注目ポジションのレフト大島選手はもちろんのこと、新外国人リカーソン選手、ソフトバンクから加入の上林選手、そして2021年ドラフト1位2位コンビのブライト選手、鵜飼選手と多くの候補がいます。計算できるのは大島選手だけながらも、それ以外の選手はまだいい意味で未知数。春のキャンプ、そしてオープン戦でどういったバッティングを見せてくれるのか、本当に楽しみで仕方ありません。そして昨年はドラドラ野球 TV のご視聴、コメントありがとうございました。皆様の継続的なご支援は、私の動画制作の原動力の一つとなっています。今年も上昇ドラゴンズをテーマに中日のドラフト候補、補強情報を中心に動画投稿していく予定です。年明けから悲しい災害が続き心を痛めている方も多いと思いますが、私もその一人です。野球というエンターテインメントを盛り上げることで、世の中の一助になれば幸いです。新しい年が皆様と感動を共有し、喜びに満ちたものであることを願っています。2024年もより一層の情熱と信念を持って、皆様にとって楽しく考えるきっかけを与えられるよう精進します。強いドラゴンズ、野球界の未来のためにファンができることを真剣に考えていく所存です。本年もよろしくお願いいたします。今年は辰年、龍の年。勝つしかないぜ、中日ドラゴンズ。ご視聴ありがとうございました。またね。